お稲荷さん。10年ほど前、父の田舎に来ました。N 県の山中です。夜はいとこたちとお約束で怖い話になりました。そろそろネタも尽きてきたいとこのお兄ちゃんに、私がもっともっととせがむと、実はお隣の奥さんの話なんだけど、と話そうとしました。その途端、そのいとこの妹が、お兄ちゃん、その話やめな、と怒鳴るのです。こうなったら聞かないわけにはいきません。しぶしぶ話してくれた内容はこうでした。この家の近くの山の中に、忘れられたように、なぜかお地蔵さんのようなお稲荷さんが一匹ありました。そのお稲荷さんの一番近くに家のあった隣の家の奥さんが、暇を見ては掃除をしたり、こまめに世話をしていたそうです。そのうち情が移ったのか、一匹ではかわいそうだと言い出し、麓の町の大きな稲荷神社に引き取ってもらうことになりました。ところが、同じ狐にも階級があるらしく、そのお稲荷さんは麓の稲荷神社より階級が低いからという理由で、元あった場所に戻されてきました。それを奥さんは、かわいそうだ、寂しいだろうに、と不憫がって、より一層お世話をしました。そのあたりからです。奥さんがおかしくなり始めたのは、油揚げを尋常じゃないほど買い込んだり、一晩中そこに入り浸ったりしていました。さすがにおかしいと思ったご主人が病院に連れて行ったんですが、異常なしで、その帰りに奥さんはふらりといなくなり、翌朝山の中の景色のいいところでぼんやり座っているのが見つかりました。わけのわからないことをぶつぶつ言いながら。で、今度はお坊さんを呼ぶことにしました。そう奥さんに伝えると、奥さんはまたいなくなってしまいました。今度は近所のみんなで探しても、警察に行っても見つかりませんでした。ご主人は藁をもつかむ思いで、霊媒師の人に相談したところ、奥さんは家の半径5キロ以内にいます。でも、何かぴょんぴょん飛ぶものに連れて行かれています。おそらく動物ではないかと。と言われたそうです。霊媒師の人には、お稲荷さんのことを言っていなかったのに。最近では、ご主人の方も少しおかしくなってきていて、お稲荷さんの世話をし始めたそうです。うちのおばあちゃんが声をかけても、うちのやつは、狐さんが守ってくれているから、と、遠い目で言ったそうです。その後どうなったかは知りませんが、お坊さんの着ている袈裟は、狐や狸よけの意味もあるそうですね。あと、むやみやたらにお稲荷さんに拝むと、ついてくるそうです。お稲荷さん。サッシー。知り合いの話。彼はその昔、仕事で南米に赴任していたことがある。刺したトラブルもなく、無事任期を務め上げたのだが、
何度か不思議な事件に遭遇したのだという。中でも特に不気味だった話を一つ。彼が逗留していた村で殺人事件があった。犯人はすぐに捕まったらしい。若者同士のトラブルで現行犯逮捕に近い状況だったとか。当時村には自警団みたいな組織はあったが、警察は大河をかなり下ったところにある大きな町にしか存在しなかったという。警察が到着するまでどうするのかと思いきや、事態は彼の想像を大きく離れた方向に進んでしまった。司法には届け出ずに、神様に裁いてもらうのだと聞かされたのだ。神様は、サッシーと呼ばれており、村を取り囲む山の中に潜んでいるのだという。幸や恵みを与えるような存在ではなく、ただ罪を犯した者に罰を与えるだけという恐るべき神らしい。日本でいうたたり神のような神聖であろうか。村に伝えられているサッシーの姿は、大きな黒い体に一本足、そして片目が潰れている、という奇怪なものだ。村の外れに川の支流が流れており、そこのサスに丸太を立て罪人を縛り付けて放置する。夜を越えて生き残った者は、罪を許されたとして翌日解放される。しかし許されなかった時は、サッシーによって相応の罰が与えられるのだと。獣に襲われてしまったらどうするのだと聞いたが、それが起きてた。の返答のみで取り付く島もなかった。もとよりよそ者の彼には何を意見する権利もない。その夜はよく眠れなかったという。密林を抜けて動物の声が聞こえると、それが悲鳴ではないかと耳をそば立てたりした。果たして翌朝、若い殺人犯は死体となっていた。小さな村はその話題で持ちきりだった。聞けば心臓を抜かれていたという。彼らにとっては一番大きな罰に当たるのだそうだ。また食人の習慣があった頃も、真に憎い敵は決して食べられることはなく、ただ心臓をえぐられて晒し物にされたとも聞いた。そして死体のそばには、川から上がってきて再び川に戻る足跡が残されていたと。一本足の存在にしかつけられない足跡が。彼は現場を見ていないし、死体を改める立場でもなかったので、ことの真意は不明のままだ。案外殺したのは村の重鎮たちではないかと、口には出さず考えていた。明らかに大罪を犯した者に対する罰を、村に明らかに示したのではないかと。彼らの神の名を借りて。何かヘマを打っていたら、わしも心臓を抜かれたかもな。彼はそう言って、私のおごった酒を一気に飲み干した。サッシー。足止め神社。
知り合いの話。彼の実家の近くに小さな山があり、そこには小さな神社がある。今にも森に埋もれそうな寂れた神社なのだが、なぜか礼拝客は意外と多い様子。先日、里帰りした折にふと思い出し、何の気なしに足を伸ばしてみた。一歩、境内に足を踏み入れ、ぎょっとした。境内中の木という木に、履物の類が打ち付けてあったのだ。それこそ、数えきれないほどの靴やサンダルといった履物が。異様な雰囲気にたまらず、逃げるようにして即帰ったという。後でその手のことに詳しい人に聞いてみたのだが、その神社は俗に足止め神社と呼ばれ、ある筋ではかなり有名なのだそうだ。そこで履物を使って呪いをかけると、その履物の主は旅行に出たり、引っ越したりといった行動が取れなくなってしまう。文字通りの足止めだ。彼が見た中には、幼子の靴も多数あったらしい。一体どんな事情があったのか。考えているうちに鬱になったという。現代でも、ああいうことを信じてすがる人があんなに大勢いるんだな。彼は最後にぽつりとつぶやいた。足止め神社。はい、どうも。神仏にまつわる不気味な話その1をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ゾウと申します。現状、山にまつわる話の次に多分神仏にまつわる話がまあまあ多いはずなんですけど、実は神仏にまつわる不気味な話ってまだアップしてなかったんだなっていうふうに今これ録音しながら思いました。けどね、いつもこれその第何話なんだろうっていうのを、まあ投稿する YouTube スタジオで検索をかけて毎回作ってるんですけど、こいつら結構嘘つくんでね。まあ嘘つくっていうか、僕の検索の仕方が悪いんですけど、違う時が時々あるんで、これも下手したらその1じゃなくてその7ぐらいなのかもしれないですけど、その1の体でちょっと話をします。よくなんか神社の入り口に狛犬があったり、お稲荷さんのところやったら狐がいたりしますけど、じゃあ他の動物ってどうなんやと思ったんですけど、結構いろんなやつがいるみたいですね。狛犬の代わりになんかウサギやったりイノシシやったりする神社とかもあるらしくて、まあところ変わればなんとやらなんやなっていうふうに思ったんですけど、なんかクマまでいるらしいですね。まあ動物は神様の使いってよく言われてるっぽいですし、アルビノとかの白いその動物が出てきたら絶対なんか神様の使いなのかなみたいに思っちゃいますもんね。なんでまあコマなんとかにするのはおかしくないんでしょうけど、ちっちゃい頃なんか妹を怖がらせるために階段を作ったことがあって、近所の神社のコマ犬が毎日少しずつうちに近づいてくるみたいな話を考えて喋って、まあ妹怖がってくれたんですけど、今考えるとコマ犬もそんな暇じゃないし、めっちゃ邪魔やろうなっていうふうに思いました。それだけです。それでは神仏にまつわる不気味な話その2でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。